今月6日、静岡市清水区の工事現場で橋桁が落下し、8人が死傷した事故です。今日から橋桁の一部を現場から運び出す作業が始まりました。時刻は午前5時です。分解された橋桁が現場から運び出されます。交通の正常化へ新たな一歩を踏み出しました。今朝早くから始まった橋桁の搬出作業。分割された橋桁の一部は清水港近くの保管場所に移されました。この事故は今月6日未明、静岡市清水区尾羽の国道1号静清バイパスの高架道路を建設する工事現場で橋桁が落下し、作業員2人が死亡、6人が重軽傷を負ったものです。落下した橋桁は長さおよそ65メートル、重さは140トンほどで、下り線を塞ぐように倒れているため、今も通行規制がかけられ、周辺道路への影響は長期化しています。通勤時間帯の事故現場周辺の道路です。この先の対面通行の措置を前に、この場所で車線が絞られるため混雑が見受けられます。この状態は事故後2週間以上続いているようです。気になるのは工事の進捗状況です。静岡国道事務所によりますと、8つのブロックに解体予定の橋桁は今日までに2つのブロックが外され、順調に作業が進んでいるといいます。今後も日中に解体作業、翌日の朝に運び出すという工程を繰り返すことで、8月半ばをめどに現場付近の通行規制を解除したい考えです。